はい、皆様どうもマフロです。はい、今日はですね、クイズ RPG 魔法使いと黒猫のウィズ、少しこちらの方がですね、やる機会がありましたので、ちょっとお試しにやってみたいと思います。このまま続けるかどうかは、1回目の再生数とかいろいろ見て、様子を見たいと思います。それでは、どういうゲームかと言いますと、まあ要はクイズを正解すれば、まあ有利になるみたいな、まあ攻撃ができるっていう感じですかね。まずちょっと一番最初のところからやっていきましょうか。もうチュートリアルだけちょっとやってしまいましたので、ちょっと実際やっていってみようと思います。説明しながらね。はい、こういう風に敵が出てきまして、3属性あります。火と雷と水。はい、その属性カードを、真ん中にですね、女の子と男の子とタヌキみたいな絵があると思うんですけども、これが、自分のデッキになります。で、色が属性になります。で、下が、ジャンルと属性。この属性を選びますと、その属性の攻撃ができるみたいな感じですかね。じゃあとりあえずアニメ&ゲーム選んでみましょうか。これを選ぶと火属性のうちのデッキの2人がこういう風に選択されて、でこういう風にクイズに正解すれば攻撃してくれるみたいな感じになってますね。じゃあ進んでいきましょう。まあ、これ一番最初のとこなんでかなり簡単ですね。じゃあ、水でいってみましょうか。芸能。よし。時をかけるでしょ。おお、あった。まあ、こういう風に進んでいく感じですかね。もちろんデッキの強化とかもできます。で、属性には、強弱というか、この属性には強い、この属性には弱いという二足組関係になっておりまして、それが、右上の方に関係図が、出ております。だから火に強いのは、水ということになりますね。ただうちのデッキ水が1人しかいないんで、ね、水のデッキ選んでもこう複数は攻撃できないので、まあ、火には火を言ってみましょうか。これはダブルプレイ。はい、まああと1匹になりましたので、じゃあ水でいってみましょうか。これはケンチン汁だね。もちろんカードの強化とかも、いろいろ手に入れればできます。今一番最初のところだったんだね。かなり簡単な部類になっております。じゃあまだ完全クリアできてないところ、ちょっと一回やってみましょうかね。ここまだ完全クリアしておりません。あ、条件見てなかったけど、
はい、このマガ玉みたいに、属性が2つあるやつを選びますと、その属性、複数の属性で攻撃することができます。これでしたらこういう風に3つなります。正解率 54%、 これ難しいな、わかんねえよこれ。これか。あー、適当にやったら当たった。あと1匹だから水でいいよね。間を刺すセミダブル、オッケー。次の関数字を、数字が小さい順、1、10、100、1000でしょ。 OK。 なかなか手強そうな人が。理系か、理系苦手だけど行ってみよう。2本でしょ。意外とこういうの引っ掛けあったりするからな。おお、属性が複合ですな。じゃあ3つのやつで 40%。 それは難しいわ。電子メールの一つ CC を略さずって打つ。知らねえし。これか。違うんかい。初めて聞いたわそんなもん。何ギャング。そんなね、正解率 40% とか分かるわけねえべ。あ、これは分かるわ、よかった。そのまま一方的にやられるかと思う。おっと、やばいな。とりあえず火で攻撃しよっか。ゲームショー。よかった。なんだったっけ。いや、わかんねえ。お、よかった。なんとか正解しました。ボスですな。よし、今後で 46%。 知らねー。お、適当があった。アニメのゲーム、これは維新でしょ。 OK。高本さん、維新はやってないけど。おお、全問正解とか厳しすぎないかい。あれ無理だし。はい、まだ強化の話をしてませんでしたね。まあデッキの編成は
5枚までこういう風に選べるんですかね、持ってる中から。で、強化合成、まあいろいろ持ってる人たちを強化できるって感じですか。こういう風に、この人は50までレベルいける、マックスレベルがありましてね、左上の方に48スラッシュ50っていうのがあると思うんですけど、50がマックスレベルになっております。50でマックスにしたいな、とりあえず。でもあんまりいいのがいない、とりあえずこの辺を。肥やしにしてみましょうか。あれ全然上がらねえな。本じゃないとダメかな。この本を使えばね、結構上がるんですよ、経験値。ただボンボン使っていいのかっていうのがね。あ、 B のにしとこう。 B の本、はい。まだ俺もね、始めたばっかりでよく分かってないんです。間違ってることもあると思いますけど、間違ってましたら教えてください、コメントの方で。でも、まあこういう風にですね、強化もできて、自分でデッキも選べて、で、マックスになればこの進化合成っていうのができるのかな。まあ、これはこの子マックスか。この右に書いてあるなしなしっていう、このカードがあれば進化ができるってことですね。今は持ってないんでできませんけども。はい、こういうゲームになっております。ちょっとしたきっかけでですね、一度やることがありましたので、動画にしてみました。この先続けるかどうかはまだ決まっておりません。結構ね、もう出てから経つゲームなので、もう動画、YouTube の方にも動画上げられてる人も多いんでね、ちょっと再生数を見て決めたいと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。次回あれば次回もよろしくお願いします。ではさようなら。